マジンです。今回は最近見つけたガチャガチャのスクイーズを紹介していきたいと思います。こちらです。アニマルパースクイーズ。なかなかガチャガチャのスクイーズって出会えないんですが、でもね、最近は私の住んでる地域でもガチャガチャのねスクイーズが結構出会えるようになってきました。今回はアニマルパン、動物のね形をしたねパンのスクイーズがね全8種類入っているみたい。入ってないよ。1種類しかないよこれは。全8種類ラインナップがあります。何が当たったか早速開封していきたいと思います。まず1つ目、こちらですね、はい、ラインナップの方がクマ、猫、犬、カニ、パンダ、猫、犬、カメの全8種類です。犬と猫が2種類あるのかな。猫がキジトラとチャトラ、犬は白と茶って書いてある。耳がついてたんでカニとねカメではないですね。あ、犬だ、白い犬です。わー美味しそう。パンですよ、パン、かわいい、かわいい、これはかわいい、ふかふか、ふかふかです。あー、これかわいいな。動物のスクイーズって今まで持ってたかな、あったかな。私動物、自分でカメロンパンは作ったことあるんですけど、あったっけ、初かな。はい、1つ目、犬です。白いね、ふかふかしてすごい可愛いです。低反発、わからない、同じシリーズによっても低反発だったり、じゃなかったりするんで、これはね低反発ではないかな。そんなに低反発じゃなかったです。そしてもう1つ、これはまさかの犬が出ました。犬の茶色です。茶色のね犬が出ました。犬コンプリートしちゃった。そうか。あ、でも可愛いです。こっちの方が焼き色がねリアル、すごくリアルかも。はい。まさかの犬コンプリートです。はい。でもまあ可愛いからいいです。こっちは、こっちも。そんなに低反発じゃないかな。でもすごく可愛い、すっごい可愛いですねこれ。多分動物初めてじゃないかな。アニマルパンって可愛いですね。カニパン、カニパン可愛いね。あとのカメ、カメもねツヤツヤして可愛い。パンダも可愛いですね。あー、クマも可愛いし、猫も可愛い、全部ですけど、かわいい。あ、ここの会社多分魚卵のスクイーズのガチャガチャのところだったと思います。確か私のツイッターを、確かリツイートしてくださいました。ありがとうございました。そう、びっくりしました。そう、これもね魚卵スクイーズのね横にあったんですよ、このガチャガチャ。スーパーにありました。はい、またガチャガチャのスクイーズもパトロールしていきたいと思います。ガチャパト、なかなかね、でも出会う確率少ないんですけどね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。